こんにちは、川島美佐子です。今、アネモネで光の宇宙コードによる変容を起こすための統合ワークのワークショップをやっています。で、そのワークショップでは、新しい時代に向けて一人一人が創造性を発揮できるために浄化、制限を外すっていうことをに焦点を当ててワークをします。私は、ライトランゲージ、図形を下ろしてコードを書くこと で、それを使ってワークをするっていうやり方をやっています。でお一人お一人、一人一人違う、これが浄化のコード、そしてこれが制限を外すコード。でこのコードを A4 サイズにコピーしたものをお一人お一人に塗ってもらうようにしています。で色を塗ることによって、このコードとすごく深くつながっていき、深い変容のワークができるようになっています。で、このワークショップで起こる可能性があることっていうのを情報として下ろしているので、それを読んでいきます。まず、コードに色をつけることで、このコードと深くつながれる。エネルギーの変容が加速する。あらゆるレベルの必要のないものを浄化できる。大きなものから残りかすまできれいにできる。塗れば塗るだけ深い層にアプローチできる。自分ではできないレベルのワークができる。繊細なエネルギーのレベルの浄化。で協力して外す。これはグループでワークをするっていうことです。で、一人でやるよりも何倍ものエネルギーが動くので、一人では外せないようなものがグループワークをすることで外れていきます。深いところにある制限を外す。で、これは人間の能力についてかかっている制限のレベルのことで、それが外れていくといろいろなことが分かるようになる。例えば直感力が高まるとか、提示能力が発揮できるようになるとか、あと DNA レベルにかかっている制限も外れる。視覚五感が拡大する方向に外れていくので物の見方が変わるとか透視能力とか盗聴能力が発揮できるようになるようです。で光を取り入れる量が増える、軽くなる、過去性のトラウマの解放、自分が無意識にやっていることに気づくようになる、幻想に気づくっていうようなことがこのワークショップを受けると起こる可能性がありますっていうことでした。で実際に、今日初回のワークショップをやってみて、とても大きなエネルギーが動いている感じがしました。で工事の存在たちもサポートに来てくれている感じがして、場のエネルギーが半端なく高くて、もうちょっと頭が痛くなるぐらい高かったです。で皆さんもとても集中して、1枚塗るのに45分とか10分くらい塗ってるんですけども、あっという間に時間が過ぎるような形で、それぞれ何かしら受け取ってらっしゃる感じがしました。で、このワークショップはこの参加してるだけで終わるのではなくて、自宅に帰ってからもそのコピーしたこのコードを塗ってもらうようになっています。でそれは30枚くらい塗ってほしいんですけど、それだけ塗ると本当に深い変容が起こるというふうになっています。よろしければご参加ください。ありがとうございました。